今日は美輪明宏、私自身がね大好きなテレビドラマのね不思議なね貴重な曲をねちょっとお届けさせていただきたいと思います。で、そうですね、私がね初めて出演したドラマっていうのはね、あの名優のね、サブリシンさん、あの大船のね名優だった方ですよ。その方と共演させていただいた、それが最初だったかな。ちょっとねもう何十年も何百年も前の話なんでね、記憶がはっきりいたしませんけども、それぐらいでございましたね。でやっぱりあの一番自分の方自分のもので気に入ってるのは雪の上変化ですね。これはねフジテレビでしてね、であの五社秀夫さんというね名監督がいて、その方がね制作して、でいろんな監督がね次から次とバトンタッチでね13話やってくれまして、で私が推薦してね深沢欽治さんを起用してやったのが評判が良かったですね。今日は私の好きなテレビドラマのねテーマ曲をおかけしたいと思ってますけれども、といってもね日本のテレビドラマではないんですね。英国のテレビドラマでねよくご存知だと思います、名探偵ポワロのテーマでございます。あの名探偵ポワロのねあの動きとかねおしゃれなねとてもねダンディーな感じ、これはね水谷豊さんがね取り入れてらっしゃると思うんですよね。であのこのポワロっていうのはあのフランス人、フランス語はしゃべるけどもベルギー人っていう設定でしてね、そこももう面白いし、でも潔癖でおしゃれでね、大変なプライドの高い面白い、これはねなかなか名優ですね。あの名前はねデビッド・スーシェとかっていう、不思議な名前の方ですけどもね。でドラマ版はね1989年から2013年まで制作されてんですね。なんと全70回ですよ、24年も続いた。そんなドラマ、探偵ドラマってあります？24年も続いた。なぜそれだほどの魅力があるのかと言いますとね、作品の舞台がね1930年代ちょうど文化が乱熟した頃の、あの今みたいに衰退してしまってね気のせいだけになるその前ですね。美しさとか楽しさとか叙情性だとかロマンティシズムだとか、そういうものを一番大事にしてた時代ですね。で1930年代でこの頃の雰囲気をね、まあ、小道具からね美術、衣装、大道具、小道具、建物、それからあの車ですね、何から何までね全部徹底してその頃のものをね再現してるんですよね。手抜きが一切ないんですね、これはね見事ですよ。手すりですからねとても面白いですし、撮り方も上手ですし、本当手ね、もう照明なんかもねいかにもあの頃のねあのガラス越しに世の中を見てるようなね、何かこうふっと柔らかい空気が、ね、静止してるようなそんな感じの、あの画面ですよね。ぜひね日本のテレビマンもねそこいらへんのね美術からの、ね、衣装から何から何まで美しいもの、ロマンティックなもの、見ていて心優しくなるもの、でそういうものをねあの取り入れていただきたいと思いますし、またあのテーマミュージックとかあの前後に流れるね音楽、これにもね神経を使っていただきたいと思いますね。みんなあの朝ドラに出たねお嬢さんや坊ちゃん、男の人たち、大体あのスターになりますよね。あのまあ、2番手3番手の人もね結構活躍してらっしゃるみたいですね。でこれを朝ドラのトトネちゃんのあれ私これ拝見してないんでね分からなかったんですけど、主人公のモデルが大橋静子さんという編集者のね天才と言われていた花森康二さんという方と、暮らしの手帳という終戦後でしたけれどもね一緒に創刊したんだそうですね、いろんなあの暮らしの中で創意工夫していってね、もう物がない時代でしたからね、で物のない時代にそのあるものでどういうふうに
それを活用していってね、間に合わせるかという、そういうことが主でしたね。生活の知恵ので、私ね、一度だけお目にかかったことあるんですよ、花森康二さんの方とはね。で、あの不思議なね、あの女の人みたいな頭をしてらしてね、ヘアスタイルでね。で、そして顔はね、どっちかというと、あの岸田流星のね、霊子像みたいな、あんなこう顔でしたよね。あのどっちかというと、こううわっとこう横に広がったような感じで、スカート履いてらしてね、で年中スカート履いてらっしゃるんですよ。で、あの毛爪ね出してらしてね。で、私ちょうどね、私はそのスカートは履いてませんでしたけど、あの中世ファッションっていうものをね、で日本の古い昔のファッションからねヒントを得て、それ男でもない女でもないというビジュアル系の先頭を切ってた最中だったんですね。で、そしてあの資生堂でお会いしたんですよ、喫茶店で、あの銀座の奈良町にある喫茶店でね。で、それであの私も声かけしておりますけどもね、どうしてそういうスカート履いていらっしゃるんですかって言ったら、理由はありませんよ、人間はね人それぞれですから、自分の好きな格好してればそれでいいんです、たった一言なるほど、そりゃそうだと思って、でその時にあのちょっと詳しいと話ですとね、つまり経済状態であるとかね、でその人の趣味思考であるだとか、で生活環境であるとか、置かれた社会状況とか、だからそういったところでね計算していくと、あの一概に人のことはね、あのこうでなきゃいけないっていう服装っていうのはね、あっちゃいけないんですっていうことをおっしゃってましたよね。立派な方でしたよ。でその方が暮らしの手帳をやってらしたのね。でドラマの中では唐沢俊明さん、全然違いますけどね、実際のイメージとはね。まあね、NHK もね、あの私も子供の番組でね、今年1年間ずっと お日様のお天道様の役でね、子供の時間に出ているんですけれどね、美輪さんという太陽の役なんですけどね。で夜はね、三谷幸喜さんのね大宣伝して、それでまあ好調のようですけれどもね。でもまあ私感心するのは、あの大阪夏の陣冬の陣のね、どれだけ何十回何百回、まあとにかく演劇とかね、映画とかドラマとかそういうもので繰り返し上演されてきた、数えてみたら膨大な数字になるんじゃないでしょうかね。でそれがまあ、あのその時その時のね流行りのスターによって変わるね、リフレッシュされるっていう感じになるんでしょうかね。まあいずれにせよ NHK もね優秀なんですよ、スタッフが。で私ね、一昨日も NHK 行ってきたんですけどね、まあとにかく美術からないから、いろんなあのディレクタープロデューサーからね、企画する人たちから本当に優秀ですよね。こういった人たちがね番組を作るっていうのは、だからこういうね健康的でありながら面白いものを作るんだなと、そう思いましたよ。ちょっとお世辞が過ぎましたかしら。でそんなねイギリスのドラマの名探偵ポアロのテーマ曲をねお届けしたいと思いますけども、作曲はクリストファー・ガニングっていう方なんですけどね、サックス、サックスがねとっても綺麗な、ね、穏やかなその時代の雰囲気のサックスで演奏されています。ちょっと聴いてみていただけますか。
作曲はクリストファー・ガニング、名探偵ポワロのテーマでございました。